真由美勝成のエキスパートゴルフ。Let it go。 こちらクロスバンカーでどうしても池を越えないとグリーンに乗らないというプレッシャーで、これ皆さんこう勘違いしやすいのは、はい、球を上げようとしてですね、このヘッドがですね、球をヘッドがこう当たってからですね、早く砂からこう上げようとするんですよ、はい、そうすると反対に球が上がらないんです。ヘッドありますね、ヘッドっていうのは当たった時にできるだけ地面から浮かないように振ってくるんです、こっち側に、うんうん、まっすぐピン方向にヘッドを出そうとするとこれは浮きますよね、はい、ですからこっから地面に近くヘッドが近いところやるとなんかすごい左に行くような気がしませんか。はい、します。これが正解なんです。クラブというのは当たった瞬間に球ってはもう何十度先行ってるんです、うん、ですからいいですか、こう、はい、ボールとクラブの中に砂を挟ましたくないんですよ。挟んでやると球っていうのは距離が出なくなります。ですから飛球線ですね、飛球線の方向に対して直角、ここに自分の体のセンターを持ってきます。で、顔もボールの右サイドには置かないようにしてください。必ずセンターに顔があるように、顔のあるところにクラブっていうのは降りてきやすいです、はい、その時に体が絶対こう起き上がらないでください。ちょっと怖いかもしれませんけど、若干半インチほど短く握りますけど、その半インチ短く握った分、いいですか、これ勘違いください、短く握った分頭が低く入ってください。構えたら上げて沈んできます。沈むことでヘッドが低く抜けていきます、はい、低く抜けます、はい、で必ず上げたら必ず勇気を出して沈んでください。沈んでこのヘッドを地面から低くこうやって上げて低く、はい、それをちょっとやってみてください、はい、ちょっと半インチほど 2,3 センチ、はい、はい、そうですそうです。それ体のセンターに置いておいてフェース面をちょっとクローズにしておいて、はい、そうですそうです、はい、その3センチの分だけ低く沈んで打ってください、はい、はい、沈むことが先決です、はい、そこで沈みます、そう、ナイスです、上手、すごい、うん、今綺麗に入ってきました、綺麗、はいはい、絶対あの左向いたらダメってことですよね、そうですね、はい、プロの皆さんはこういうところはヘアウェイから打つのってそんなに変わらなく打ってるはずなん で、ね、はい、ただ共通するのはちょっと短めに握るのは共通してると思います、うん、短めに、はい、握ります、勇気を持ってその半インチの分だけ沈み込んでください。グッと沈み、そうだそうだ、そうするとクラブがちゃんと走っていくわけですね、だからヘッドを低く出すことによってハーフトップに近い形になりますけど、これは全然恐れることはないです、ダフるよりは反対に下から上の方がダフりますから、だから上からこう沈みますからフォローっていうのがほとんど小さいフォローになってくるはずなんですね、うんうん、自然となりました、はい、そうです、うまい、ナイスショット、ナイスです、ナイスです、はい、だからポイントは必ず短く握った分だけ勇気を持って頭を下げてください、